まりだ、サンダルフォン。貴様の目論見は完全についえた。ガブリエル、背の傷の治癒。どうも。ひとまず形は復元したけどね。このサンダル野郎、てめえ相応の覚悟はできてんだよな。ああ、もちろんだ。自分でも不思議だよ。なぜここまで暴虐を振るったのか。研究所に軟禁されて育ち、檻に封印されている間に魂が淀み切ってしまったんだ。本当に惨めな男だ。俺は役に立たぬ捨て駒という宿命に最悪の手段で抗おうとするなんて。どうしたんだ、ルリア。あの四大天使さん。王の少女。役に立たないとか、そう、ちょっぴりわかります。サンダルフォンさんはずっとヌシフェルさんの役に立ちたかった。でも星の研究者さんのせいでそういうのが踏みにじられたというか、簡単には許せないですけど、もしかしたらサンダルフォンさんも星の民の犠牲者なのかもしれません。そっか、ルリアはあいつの記憶を見たのね。犠牲者？奇妙な考え方をするんだな。だがどうする、このまま無罪放免とはいかないだろう。そうね、最終的には天使チェイサーの判断によるわ。その時はいかなる処罰でも受けよう。最後に俺と握手してもらえないか。赤き竜と青の少女を束ね、四大天使にも認められた君には最大限の敬意を表させてほしい。ありがとう。華奢な指だ。君自身に自覚はないだろうが、世界は君を話せてよかった。あっけない、あっけなさすぎる。いかに力があろうとも、所詮は人間に過ぎない。その身であること自体が最大の欠点だ。貴様、ウリエル、追うぞ。間に合うか。クソ、間に合わせるしかねえ。愚かな真似を、この後に及んで何の意味がある。俺を必要としない空の世界など。幼稚ね、あなたの思考にはヘドが出る。方向が響き渡る。この冥道が封印を解き、あらゆる原初の聖鳥獣を世に放つのだ。よせ、力を発言してはならん。このままだとサンダルフォン同様邪悪の聖鳥獣が。でもルリア、構うな。団長を押す。当たりの派手にやっちまう。ラッカーも頑張って。二人とも、そういうこった。その通りね。後のことは私たちに任せなさい。
あっけない、あっけなさすぎる。